も見せ場を作りましたが、久門徹の勝利への執念が勝りました。思えば10年前のオールスター、この赤い勝負服、そして同じ戦いのフィールド10メートル戦で SG 制覇した思い出深きバンクで復活の雄たけびを上げた久門徹であります。確定いたします。1着3番久門徹、2着4番池田正和、3着6番岡部聡、以上でございます。ご覧いただきました優勝戦、ジャパンビバレッジ杯 G1 会場39周年記念シルクカップ争奪戦、制したのは飯塚の久門徹選手となりました。久門選手の優勝、3-4-6の入選です。1着3番久門徹、2着4番池田正和、3着6番岡部聡でした。今シリーズの優勝は久門徹選手となりました。久門選手が29回目の優勝を飾っています。では確定です。2連単34,1860円、2連複34,1090円、3連単は34,621,980円、96番人気3連複34,6,7080円でした。その他の結果もどうぞ合わせて、そして12レース優勝戦を制しました久門選手の上がりタイムです。3.397 でした。優勝は久門徹選手となりました。502勝目、そして29回目の優勝となりました久門徹選手です。久門選手おめでとうございます。さあ、そして、この後久門選手がウィーニングラン、さらには、優勝インタビュー表彰式となります。ビクトリーソングはゆずの栄光の架け橋です。栄光の架け橋が大きく場内に響き渡っています。多くの選手からおめでとうと声をかけられました久門選手。伊勢崎は SG も取りました。そして G1 戦となりますと、前回の優勝が2011年浜松でのゴールデンレースとなる久門徹選手。伊勢崎のこのシルクカップ争奪戦39代の優勝は飯塚の久門徹選手、もう常に整備に余念がない久門選手。そして、後輩の選手からはその整備力ですごく頼りにされているシーン、ロッカーでよく見かけます。地元の藤本選手、昨日もスタジオに来てくださいましたが、久門先生と呼んでいらっしゃいました。そんな久門選手、多くの選手に敬われています。さあ、この後ウィニングランとなります。そして優勝インタビュー、まず第一声が久門選手、どんなコメントになるか非常に楽しみです。オールスターの時にもやはりこの赤い勝負服での V となりました。そしてシルクカップでも今日は、真っ赤に燃えるこの赤い勝負服での優勝を飾りました。さあ、いよいよこの後ウィーニングランとなります。ご注目いただきましょう。そして優勝インタビューと続きます。
服に身を包みました飯塚の久門徹選手。シルクカップ争奪戦39周年覇者は久門徹選手となりました。レース8周回先頭を立ってから池田選手の猛追を振り切りましての優勝となりました。ここ伊勢崎オートは以前相性がいいということも話していたことがあったかと思います。この伊勢崎オートで久々の G1 タイトル奪取となりました。久門徹選手の現在ウィニングランを行っております。ウィニングラン終了後にはこちらのステージ上にてインタビュー、そして表彰式も行ってまいりますので、どうぞ皆様最後までご注目ください。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。どうぞセンターの方にお願いいたします。まずは優勝を祝しまして久門徹選手に佐藤哲三さんから花束が贈られます。お願いいたします。はい、お願いいたします。そしてマイクを持ちまして久門選手にも一言お願いします。あ、かっこよかったです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では早速インタビューに移りたいと思います。久門選手、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本当に大きな声援飛んでますが、久々の G1 タイトルとなりましたね。そうですね、はい。この辺り何か思うところあってのレースはあったんですか？いや、優勝したいばっかりで頑張りました。今日のレーススタートも昨日のように決まりましたかね？そうですね、はい。かなり池田選手の音も聞こえていたと思うんですが、どんな思いで走っていましたか？まあもう抜かれないように、はい、頑張るだけでした。エンジン状態としては試走後はどうだったんでしょうか？はい、良かったと思います。では自信を持って臨めた優勝戦ということでしょうか？そうですね、はい。それではですね、この後もですねレース続いてまいりますが、これ以降の意気込みを含めて一言お願いします。はい、遅くまでありがとうございます。また来節、次飯塚なんですけど頑張っていきます。ありがとうございました。はい、久門選手おめでとうございます。ではそのままステージ上でお待ちください。ということで、久門徹選手の優勝インタビューをご覧いただきました。昨日のように久門選手、準決勝戦同様、スタートも決まりました。まずはじめに優勝されました久門選手に、株式会社ジャパンリバレッジと上信越事業部部長宇野秀樹様より賞状が贈られます。優勝久門徹様、あなたは平成27年度伊勢崎市営小型自動車競争第8回一節ジャパンビバレッジ杯 G1 会場39周年記念シルクカップ争奪戦において当初の成績を収められました。ここにその栄誉をたたえ記念品を贈り賞します。平成27年11月23日、株式会社ジャパンビバレッジホールディングス代表取締役社長井上和久。おめでとうございます。
ありがとうございました。続きまして伊勢崎市長賞として吉田文雄副市長より優勝トロフィー並びに賞金ボードが贈られます。はじめに優勝トロフィーが贈られます。おめでとうございます。続いて賞金ボードです。お願いいたします。どうもおめでとうございます。はい、おめでとうございます。なお記念撮影の時間は後ほど設けてまいりますので、そちらの時間帯にお願いいたします。ありがとうございました。続きまして伊勢崎市議会議長賞として伊勢崎市議会議長野田文雄様より賞品が贈られます。おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。続きまして東京都競馬株式会社賞として東京都競馬株式会社常務取締役松田二郎様より賞品が贈られます。表彰式続いております。はい、